タカアシガニやオオグソクムシなど地元三河湾の深海に住む生き物の展示で人気の竹島水族館。今日およそ3ヶ月の休館を経てリニューアルオープンし、早速春休みの子どもたちなどでにぎわいました。深海生物の展示はおよそ150種類に増えて全国トップクラスに。また新たに仲間入りしたコツメカワウソも癒しを振りまく中、こちらは久しぶりにショーに臨んだオタリアのラブちゃん。ちょっと緊張気味。じゃあもうちょっとお客さんにいいとこ見せよう。一回降りてきて、そして竹島水族館は秋頃には新館もオープンし、さらにパワーアップする計画です。